ライチティンティンさんのライチ。ライチフェイリング。なぜライティンティンという名前にしてしまったのか。The wheel of fate is turning. Level one. さあ、ワンピーガーがライチ、ツーピーガーがハグ、ハグ。カイマから強気にダッシュに C を振っていく。さあ、君の光沢とがめられず、だが、その後、中段が通って、荒くね側は早めバーストを使っていく。さあ、タッチ A、前 B から、まずは30パー。ジャンピーをかぶせて。さあ、これは、タッチ C の光沢、しっかり EC を刺していく。指導が DC なので、これは、さあ、バースト防止なんでしょうかね。ちょっとバースト使ったかどうか確認しなかったかな。もしくは1点が出なかったか。タイルフリードはライチ。さあ、フェイタル拾えず。ジャンピングかぶせて、中段も通る。さあ、拾い直して。さあ、青ながらも、体力削って、ここから、家中通る。一本選手はライチ。さあ、ラインアウト。荒くね側は下がる。ここでタッチシーフェイタル。しかし、だいぶキャンセルコンボでいけない。さあ、中間距離をキープしてたが、ここで荒くねかぶしていく。バックステップね、ひょひょする。画面端に乗せまして、クレナが通る。さあ、これはバースト発動。低空出しが通るが、コンボに行けず。さあ、手前が今日で勝ったのは、まあ、下に青肉の勝ち。では次呼び出しましょう。ESP さん、木村さんチームと、ナホーさん、ピノセさんチーム。さあ、ESP さんと木村さんいる。ナホーさんとピノセさん、はい、いる。じゃあ、ジャンケンお願いします。さあ、第2ラウンドは荒くねが取り返して最終ラウンド。ここで、クーナーが通って、しかし、拾えず、これはライチが美味しいよ。さあ、ここから、低ダビューをかぶせてます、30パー。さあ、勝利を浸して、ここでバーサーと。ここから、タッチ、対空使っていく。これは、ジャンピーカウンターから 2C から 1A と、ここで荒くね側をバーサーとする。さあ、カウンターサイド全員返して。低だから勝てほしい。中段が通る。これは、コンボを消さなければ決まってしまうでしょう。さあ、ダッシュが出ない。さあ、ライチがコンボミスから上空機が出て、もう飛ばしつつ、これはまだ決まらない。さあ、ラクネ側はピンもカウンターサルトもあるため、ライチも攻撃に近づくことはできない。もう飛ばしつつ、さあ、ディケートの攻撃、何か一つでもガードしてしまえば、その時点で、バックが発動する。さあ、投げが通って、これは、これは、決まってしまう。先行戦があったのは、地雷さんの荒くね。